アイアンをまっすぐ打とうという意識がですね、そのエネルギーを阻害してしまって、で、そして、押し動作やフリップなどを生んでいるということですね。はい、タスクゴルフ、いつもご愛顧いただきましてありがとうございます。今日もですね、ゴルフサイエンスの世界をお届けしたいと思います。ということで、今日はですね、ちょっと最近はアマチュアプレイヤーの方のラウンドをですね、見させていただくことが多くなっておりまして、い。で、これ結構皆さん共通する問題というかですね、すごいアイアンをまっすぐ打たれようとする意識がすごく強いんですよね。ほで、うほうほう。それで、そのアイアンのナチュラルショットってどういうことなのかってことをちょっとお知らせしておいた方がいいかなと思いまして。おお、それ聞きたいです。久しぶりに僕の方から。ぜということひ、で、おお願い知らしせいます。ただきたいと思います。チャンネル登録お願いします。ということですね、アイアンですね、アイアンのですね、ショットをされるときに、やっぱりアイアンっていうのは基本的に、ボールをピンに向かってですね、例えば、こういう状況ですと、あそこの130ヤードのピンについてですね、しっかりとまっすぐ打とうとされるわけですよね。当然ですよね、それはい。は。で、そのようなまっすぐ打とうという意識がすごい皆さん感じられるんですよ。僕は後ろの方からですね、見させていただいていると、すごいまっすぐ打とう打とうとされてるんですね。なので、この面をですね、しっかりとピンの方に向けて、そして、こうやって、まっすぐの感じで打たれてる方も結構多いですし、または、このようなケースも結構ありますね。ちょっとこれ右に吹かしちゃいましたけど、いわゆる、クラブが旋回してくるのを殺して、このようにちょっと、フリップさせてですね、まっすぐ行かせようというすごい意志を感じるケースが、いっぱい、ありましてですね、ちょっとこれちょっとアイアンのショットってナチュラルに打つとどうなるかってことを一回立ち戻って考えていただきたいんですね。アイアンというのはこの、ほぼほぼボールを真ん中にセットして打ち抜いていくんですけども、基本的にいいアイアンショットというのはボールに先にコンタクトして、そして先の、ターフを取っていくみたいな感じの捉え方をされている方が多いと思うんですけども、実際ですね、その時に起こっていることですね。すなわち、このターフを取るところっていうのは、最下点になるわけですよ。現実問題としては。ということは、基本的には最下点の前でボールが当たってるということですね。なので、これスイングプレーンだとしてですね、ちょっと極端めにちょっとアークを描いてます、描いてますけれども、要するにイントゥインのプレーンでですね、実際は、この最下点が前にあるわけですから、ってことは実際ボールはですね、もし最下点がこのボールだった時には、アイアンのショットっていうのは、この手前のボールを打つ感じなんですよね。ってことはですね、この手前のボールを打つ感じということは、当然、ゴルフクラブのヘッドは開いている状態で当たり、そして、第一加速から第二加速の自然な旋回の中で、ボールを打ち抜いていくということになりますから、当然、ナチュラルフライトというのは、基本右に打ち出て、そして少しドローする形で、ピンに向かっていくという、球になるということですね。ということはですね、このセンターに打ったボールを、実際、ハンドファーストで打ち抜いていってターフを取るという状況の時にはですね、当然このボールをコンタクトした時っていうのは、ゴルフクラブというのはのヘッドは右に向いてるということです。なので、ナチュラルにですね、打とうとするとこんな感じになると思います。こんな感じですね。ちょっと右に打ち出して戻ってくるという感じだと思います。ということは、ナチュラルに打つと、この最下点とボールコンタクトの関係性で、やっぱり右からですね、左へこう、ドローしていくようなボールが、普通に出るのは当たり前で、これをストレートに、打とうと
をしなくてもいいということですね。なのでまずこのような形でクラブ操作をすることから始めていただきたいということです。なので実際にハンドファーストコンタクトというのはゴルフクラブが勝手にやることですけれども、これをですねナチュラルに動かすとボールっていうのは右に出て左に返ってくるというところをまっすぐ打とうというふうに認識すると、このような形で処理するか、またはクラブヘッドがこう入ってくるのに最後ですねまっすぐに合わせようとして若干こうフリップ動作を入れていくっていう感じですね。このような形で打たれる、まあ、方が結構多く見られるというところを、まあ、ちょっと観察してたということになります。実際ですねこれゴルフサイエンス目線で言うとですね、実際のこのクラブの機能上の実は第一視点と第二視点の関係というのは、この第一視点のグリップに対して第二視点というのは、まあ、あのスイングのことを語るときには便宜上頸椎のところと申し上げていますけれども、基本的には左肩なんですね。これ当然です。このような振り子だからです。その状況を考えると、当然ボールコンタクトした後に最下点になるときにこうまっすぐラインナップしていくというような状況になるわけですね。その時にじゃあ右の手っていうのは何をやってるかというとですね、こう引っ張ってきて右の手が出ていくという状況になります。でこれをですねボールを意識しすぎる、またはまっすぐ打とうとすると、この右手だけで説明しますと、どうしてもこのように動かしたい感じが出るんですね。それに対して実際のスイングっていうのはですね、引っ張っていくわけですから、この引っ張り戻してきた時の最後のこの P6 からこの先、ボールコンタクトまでの部分ですね。ここがですね、この最後のこの押し動作。ここでベータフォースのいわゆるデータが出てくるということになるわけです。ということは、実際体サイドは全く参加せずに右手がボールをまっすぐ打ち抜こうとすると、結局、こういうアクションになるわけです。ということは、右手がここにある以上はですね、右サイドで視点が形成されるということになります。それに対して、このハンドファーストコンタクトで、このように、結果的にクラブがですね、転換してきて当たるということは、右の動きというのは、体のこのバランスを取る動きに、つられて、前に出てくるということですね。なのでどちらかというと結構積極的に体を揺らすような状況で右手が前に出てくるということですね。これ左手も一緒です。左手も体が全く関与しないでいるとこういう状況になりますよね。それに対して実際のスイングではかなり積極的に体はバランスを取ろうとしますので、積極的に動いてこう打ち抜いている、この動きとこの左手右手のマッチングでこのようなリリースがされているということですね。チャンネル登録お願いします。ここでちょっとマニアックになってしまい恐縮ですが、特にこれまでタスクゴルフを長くご覧になっていただいている方に向けて、この動画で説明している主に右手による押し動作、つまりベータフォースがアメリカ PGA ツアープロ選手のジェイコブ 3D 解析データではどのように観測されるかをご覧に入れます。プレイヤーはダウンスイングではグリップエンドを引くガンマフォースを与え続けますが、その間身体を横回転させてボールに向かってシャフトを押すベータフォースについては早期に観測されないのが理想的です。これは効率的なスイングをする PGA トッププロのデータですが、ネガティブベータフォース、赤の矢印はデリバリーポジションの P6 あたりからのみ観測されます。これがインパクト直前に右グリップでボールを叩く動作のエネルギーとなります。ちなみに一方、ダウンスイングで振り遅れを発生させ最終的にインパクトに向けてヘッドを合わせていくマッチアップを要する多くのアマチュアプレイヤーはこのようなデータとなります。これは YouTube シングルになりたいアナウンサーの休日ゴルフの坂本さんのデータです。ダウンスイングの直後から大きなネガティブベータフォースが観測されています。両者の比較をご覧に入れます。左が PGA トッププロ、そして右が坂本さんのダウンスイング時のベータフォースのエネルギーです。
ボールに向かう押し動作のエネルギー値の大きな違いを観測していただけると思います。すなわち効率的なプレイヤーはダウンスイング直後は飛球先行法にグリップエンドを引きながらヘッドを落とすエネルギーが主体となり、インパクトの直前の P6 以降に限りシャフトを押す右手で叩くような動作のエネルギーを与えているということになります。多くのアマチュアプレイヤーの方を見させていただいていると、アイアンは運ぶ道具、そしてきちんと狙ったところに運ぶ意識が強いがためにストレートボールを打とうとしてこのあたりの動きがですねすごい少なくなっているケースがあるということですね。なのでこれはですね一つちょっと分かっておいていただきたい部分だと思います。簡単にまとめればですね、要するにまっすぐ打とうとしないということです。ボールっていうのはもともと曲がっていくわけですし、それを許容していくってことですね。なので一旦ナチュラルにゴルフクラブですね扱っていただくということをですねまず考えていただければですね。なので結構こうこのヘッドですねまっすぐボールに当ててストレートボールを打とうとするとやっぱり体は止まってこのような形の扱い方になる。そうすると今の状況としてはフリップアクションでまっすぐボールを運んでるっていう状況になりますね。はい、ということでですね、今度はそのナチュラルにゴルフクラブが動くことを許して、そして体サイドの方は割とダイナミックにバランスを取るということをですね許すということですね。そうすると本当にやる気ない感じでいいんで、このようにですね打っていただければいいのかなとは思います。そのようにですね体のサイドがですねダイナミックにバランスを取っているということの姿のフォローがいわゆるこのリースタートのこのようなバランスの取れたですね、フォローになるということですね。なのでここでそのバランスの取れていないフォローというのはこのようなフォローだとかこのようなフォローですよね。そのようにはならないということになります。なので基本やはりこれもクラブエネルギーなんですけれども、基本そのアイアンをまっすぐ打とうという意識がですねそのエネルギーを阻害してしまって、でそして押し動作やフリップなどを生んでいるということですね。でナチュラルに、アイアンは動いていけば当然、ボールはちょっと右に打ち出されて戻ってくるようなちょっとドロー系のボールになるということを、許してあげるということですね。それをちょっと考えていただければと思います。チャンネル登録お願いします。はい、今日もですねタスゴルフご覧いただきましてありがとうございます。この動画がいいと思われた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次の動画でお会いできると嬉しいです。ありがとうございました。タスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。